トセイヤソルジャーズソウル。君は伝説の中にいる。さあ、午後になる戦いがここ。あなたは負けることはない。私は信じています。サンクチュアリ決戦。第7の球天秤球において、聖夜たちは氷の棺に閉じ込められている氷河を発見する。しかしゴールドセインと数人の力をもってしても破壊できないとされるカミューの棺を前にして、聖夜たちはなすすべがない。氷河を助け出す方法はないのか。苦悩する聖夜たち。その時、突如としてシリウの死老子が所持するはずのライブラのゴールドクロスが出現した。なぜライブラのクロスが俺たちの前に。おそらく老子が氷河を救うために俺たちに下されたのだ。ありがたくお借りします、老子。ライブラのクロスは分解するとスピア、ツインロッド、ソード、トリプルロッド、トーファー、シールドがそれぞれ1対ずつ全部で12個の武器になるのだ。そして正しいことのために使うとライブラのセイントが認めた時のみ使用できる。昔からライブラのセイントがセイントの善悪を図る要の役目を持っていると言われたのはそのためでもあるのだ。よし、このソードを使わせていただきます、老子。今その中から救い出してやるぞ。そして再び俺たちの前に。よみがえる発想よ。やった、氷河。体が氷のように冷たい。心臓も止まりかけているよ。早く何とかしなければ。二人は先に行って、もう時間がないよ。氷河は僕一人でも必ず助けるから。わかった。じゃあ俺たちは先へ行く。氷河のことは頼んだぞ、シュン。僕のコスモを最高点まで高め、その熱量によって凍りついた氷河の体温を上げられるはず。人を倒すためではなく、人を救うために燃やすコスモがあってもいいはずだ。僕の命に変えても必ず助けるからね、氷河。第8の球伝活球へ突入した聖夜とシリュウ。そこを守護していたのはサソリ座スコーピオンのミロだった。ミロの放ったスカーレットニードルは聖夜とシリュウを一瞬のうちに倒してしまうのだった。他愛のないとは言うまい。この伝活球まで登ってきただけでも大したものだ。だが、ブロンズセイントはこの二人の他にまだ何人かいたはずだが。バカな。お前はキムナスの氷河。氷河、蘇ったのか。ああ、シュンが自分の命を凍りついていた俺の体に熱い命を吹き込んでくれた。さあ、立て二人とも。そしてみんなで強行のままで乗り込むぜ。夢だな。貴様たちが強行のままでたどり着くなど、所詮夢というのだ。俺たちにとって夢とは、決して不可能を意味する言葉じゃない。夢とは信じ、貫き通すものだ。何？
この結晶は。カリツォ、見ろよ、今度はお前が動けなくなる番だ。セイヤ、シリュウ、シュンを連れて先に行ってくれ。俺はミロを倒してからお前たちの後を追う。男の勝負に言葉は不要。我が友に念じて命だけは許してもいいぜ。ファイト。アテードの決勝で私の動きを完璧に封じ込めたつもりか。何かしたのか。聖夜の天活球を去るまでおとなしくすればよかったっだけだ。よかろう、望み通り。このスコーピオンのミロが全力を持って相手をしている。アルトニドル。たかだかブロンズ数人でゴールドセントが守る12球を突破できると本気で思っている。できるかどうかは最初から考えていない。何かしたのか。俺のコスでそれを可能に変えてみせる。言ったはずだ。俺の攻撃によって倒れてもらうか。毒針をやられるまで虚しく待つわけにはいかない。スカーレットリードル。その程度か。スカーレットニードルはジヒルガイアだ。前し白鳥よ選べ。いやでもない。この氷河が目指すものは勝利のみ。あと数発で確実に死ぬ。その様子では気は変わらんな。終わりだ。瞬が蘇らせてくれたこの命、簡単にくれてやるわけにはいかん。どれよ。エイロビナー、正々堂々と戦って死ねて本望だろう。男の勝負にファイト。この程度の決勝で私の動きを完璧に封じ込めたつもりか。スカーレットリードル。聖夜たちが天下取りを去るまでおとなしくしてもらいたかっただけだ。よかろう、望み通り。このスコーピオンのミロが全力を持って相手をしているのか。スカーレットニードルは慈悲深い技だ。選べ。どちらでもない。この氷河が目指すものは勝利のみ。その程度か。スカーレットニードルアンサレス。たかだかブロンズ数人でゴールドセイントが守る12球を突破できると本気で思っている。あと数発で確実に死ぬ。その様子では気は変わらない。瞬が蘇らせてくれたこの命、簡単に取ってやるわけにはいかん。発動よ。ウィナー、正々堂々と戦って死ねて本望だろう。男の勝負にこつ。
ファイト。この程度の決勝で私の動きを完璧に封じ込めたつもりか。別に聖夜たちが天下通を去るまでおとなしくしてもらいたかった。よかろう。望み通り、このスコーピオンのミロが全力を持って相手をしてやる。たかだかブロンズ数人でゴールドセイントが守る12球を突破できると本気で思っている。できるかどうかなど最初から考えていない。いくら不可能と言われても俺のコスモでそれを可能に変えてみせる。スカーレットニードル満載。スカーレットニードルは慈悲深い技。ああ選べ。どちらでもない。サイバーが目指すもの勝利のみ。選べ。確実に死ぬ。その様子では気は変わらんな。何かしたのか。ハリスの命簡単に消してやるわけにはいかん。言ったはずだ。見ろ、俺の効果によって倒れてもらうと。あなたの力でやらない。待つわけにはいかない。ダイヤモンドダスト。スカーレットリードマン。その程度か。ダイヤモンドダスト。ウィナー。正々堂々と戦って死ねて本望だろう。この氷河に敗北があると思うか。ファイト。スカーレットニードル。全てが失われよう。この命尽きるまで戦いはやめる。たかだかブロンズ数人でゴールドセイントが守る12球を突破できると本気で思っているのか。スカーレットニードル満開。その程度か。スカーレットニードル。スカーレットニードルは慈悲深い技。スカーレットニードル満載。その程度か。選べ。どちらでもない。この氷河が目指すものは勝利のみ。ダイヤモンド。できるかどうかは。スカーレットニードル満載。いないいない。いくら不可能と言われても何かしたのか。俺のコスモでそれを可能に変えてみせる。こしゃくな。何かしたのか。俺の好奇によって倒れてもらうとあなたの独断にやられるまでおとなしく待つわけにはいかない。あと数分で確実に死に、その様子では気は変わらんな。この命を、ウィナー、クールに徹して敵を撃つ。この程度の闘気では通用しないと言ったはず。
それよりも自分の体を見てみろ。バカな、これは俺の体にスカーレットニードルでサソリ座の奇跡を。スカーレットニードルは相手の体にサソリ座の星を表す15のシンクの針を突き立てる技だ。そして最後のアンタレスを打ち込めば、その相手は確実に死ぬ。ならばその前に見ろ、あなたを倒さねば。いい加減にしないか、ヒョウガ。君には神の気持ちがわからんのか。神は天秤級で、君の実力と決意の強さ、セブンセンシズに目覚めることができるか試したのだ。しかし君は甘さを捨てきれなかった。神は最後の情けで君を氷の棺に閉じ込めたのだ。仮死状態からいつか蘇る日も来ようとな。カミュに免じて命だけは助けてやる。数日もすれば再び五感も戻ってくるだろう。余計なお世話だ。見ろよ、生死を共にすると誓った友が必死に戦っている中、一人だけ生き延びて何になる。この氷河にとって今この時代に生きているということに価値があるのだ。辛くとも苦しくとも、熱い血潮を分け合った素晴らしい奴らと同じ時を歩んでいるということが喜びなのだ。ヒョンナ、君はたとえ五感全て失われようと、この命尽きるまで戦いはやめん。このキグナスの翼がある限り、この戦い、このミロが制してみせる。ファイト。命を落として戦うことこそが、セイントとして生きた私なり。俺はヒョウガにとどめを刺すことでそれに応えよう。その程度か。それは俺がヒョウガを真のセイントと認めたから。終わりだ。そろそろ限界のようだな、ヒョウガよ。もはや幸福を選べとは言わん。私の最大の力、お前の息の根を止めてやる。終わりだ、ヒョウガよ。戦って命を助けるというのは侮辱になる。正々堂々と戦い、君の命を全力で奪う。こい、見ろ、システム前に進む。アテナのため、友のために。一枚上手だったようだ。キグナスの翼がある限り、この戦い、ファイト。
命を賭して戦うことこそがセイントとして生きた証ならば、俺は氷河にとどめを刺すことでそれに応えよう。それは俺が氷河を真のセイントと認めたからだ。何かしたのか、一歩に氷河よ、君にとって命を助けるというのは侮辱になる。平成堂々と戦い、君の命を全力で奪う。来い、見ろ、ちょっとも前に、アテナのため、友のために。まだ戦い続けるというのか。彼がミルを受け、神谷にしまわれているというのに。とどめを刺してやる。受けられるか、ヴィーナスの攻撃。オーロラサンダーアタック。取り付け。ヴィナー、男なら最後まで自分の立場で戦い抜くのみ。増票がいくら集まってもセイントには無力。氷河、君が望んだ通り正々堂々と戦って死ねて本望だろう。何？スコーピオン15の星が陶器となって打ち込まれている。俺がアンタレスを打ち込む間に急所である15の生命点を。ゴールドクロスをまとっていなければ絶命していたのは俺の方だった。意識を失っていながらこれ以上どこへ行こうとする。氷河、君は残された数分の命をあくまでも全身のために使おうというのか。このブロンズセイントたちが守る木戸沙織こそどのアテナなのか。だとしたら俺たちは。今血止めの神王点をついた。これで止血とともに五感も少しは回復する。なぜ俺の命を助けた。見てみたくなったからよ、君たちがどこまで行けるのか、この戦いの行方をな。